よし。まだまだ先は長いな。はい、どうも林です。マイクラやっていきましょう。今回からバージョン 1.19 でやっていきます。ワイルドアップデートということで、地下にディープダークバイオームというバン様みたいな名前のバイオームが追加されて、そこには振動に反応するブロックと振動に向かって攻撃してくる盲目のクソ強モブウォーデンがいたり、彼らと関係があるんでしょう古代都市という構造物が新たに追加されたりと、また面白そうな要素が増えました。ただ1.17から1.19にかけて本来は一度に実装されるはずだった地下要素が3分割されたという経緯もありまして、何遍地下潜らすねんということで、今回は普通に建築していきます。最近動画でもずっと地下に潜ってましたんでね、どっちがウォーデンだかわかんないっつって。さて、ここのとここの辺に鉱山を作るのに熱心でして、まあ一段落したんですが、ふと周りを見渡すと人っ気が全然ないと。このままでは廃鉱待ったなしということで、今回はこの鉱山区の開発拠点として自宅を作ろうと思います。今ネザーゲートがあるところに作ろうと思ってたんですが、ちょっとスペースがきつそうなので、近場で広めの敷地が確保できるこの辺にしようと思います。建築前に地面に穴があるので、まずはこれを埋めましょう。いつぞやの博多駅前の陥没事故みたいになってるんでね。あの時まだ福岡に住んでたんで、翌日ぐらいに近く通ったんですよね。めっちゃ復旧工事やってました。地下鉄の延伸工事中に CG みたいな穴が開いた事故でしたが、死傷者0人だった上、わずか1週間で復旧が完了したということで大きな話題になりましたね。まあマイクラだと1週間でもかけすぎでしょう。1時間あれば平らにできるかな。ということで建築スペース確保しました。めちゃくちゃでかい洞窟だったんで、地表から15マス下ぐらいまでの埋め立てに留めてます。あと盛り上がってるところもある程度削りました。まあ作りながら様子を見つつ整えていきますが、で続きまして基礎工事ですね。安山岩で基礎を作っていきます。今回木造にするつもりなんですが、こう3マス置きに柱を飛び出させたい。はい、こんな感じになりました。一応完成図はある程度固めてるので、ここから大きくは変わんないと思います。じゃあ壁作っていきますか。この鉱山区はクラシカルな西洋のイメージというんですが、まあちょっとだいぶざっくりしてますが、そんな感じで作っていきたいんで、今回は木造にしようと思います。ということで、まずは樹皮を剥いだ陶皮で柱を立てていきましょう。6段分。先に述べたように柱を壁から1マス飛び出させたいんですが、一方で中からも柱が見えるようにしたいので、1ユニット2列分並べます。まあ外装はともかく、内装はまあまあノープランなんで、どうなるか分かりませんが、2階建てにしようと思うんで上も作っていきますが、パート1で作った家みたいに2階の壁を1階より1マス飛び出させたいんですよね。なので柱も1マスずらします。で1階と2階の天井になるところに梁を、同じようにね、まあ、都合2列分渡します。柱の間に壁を作っていきましょう。今回は陶皮の板材を使おうと思いますが、多くの板材とか白い羊毛とかでも合いそうですね。途中経過はこんな感じです。なんかこう思いは届いてるんじゃないかなと思うんですが、さすがにこのままだと荒削りなので、ちょっと装飾します。こんな感じで上の階を張り出させる作り方はハングオーバーと呼ばれますが、中世ヨーロッパの密集した都市で限られた敷地を有効に使うために発展したものらしいですね。2階なら多少道路にはみ出してもええやろみたいな。まあ私今ハングオーバーって言ったな。オーバーハングだ。ハングオーバーだと二日酔いになっちゃいますね。オーバーハングです。突き出すとか張り出すとかって意味ですね。紙一重。さっきより格好がつきました。
前回ブランチマイニング上でもトラップドアと階段でアーチっぽい構造を作ったんですが、あれと似たような造形を取り入れてます。この鉱山区の特徴的な建築様式みたいな設定で、一番上は頭皮の幹で、あの切り株が見えないやつですね。でさらに1マス飛び出させて、間にハーフブロックを渡してます。ここは軒になる予定ですね。ということで、まずは一面壁を作りましたが、これと同じものを前面、背面、側面にそれぞれ作りました。真ん中が空いてますが、ここはこの後またあれします。で角っこはこんな感じなんですが、1階はいいとして2階がここ、構造上どっちかにしかトラップドア張れないんですよね。あと階段の向きこんな感じでごまかされてはくれまいか。こういう仕様抹殺というのは全体で見ると気にならないんですが、作ってる時は気になるんですよね。中央の空いてる部分は玄関にしようと思います。なのでちょっと間取りを飛び出させましょう。で基礎の上に柱と壁を作っていきます。スムーズにやってるように見えますが、実は試行錯誤の上積みだけが動画になってるんですね。2階をオーバーハングさせるのは同様ですが、柱は壁から張り出させず辛い地にします。ここ自体が周りの壁から飛び出しているので、さらに柱がデコボコしてるとくどくなっちゃうかなと思って、両サイドの壁よりフラットな造形にしてます。はい、こんな感じです。窓は屋根つけてからにしましょう。この辺に大きな窓つけたいですね。裏手はどうしようか迷ったんですが、まあいいやということで同じものを作りました。裏側なんでこの壁を一面ずらーっと並べても良さそうですけどね。はい、ということで壁一段落しました。こういう木で作った凹凸多めの造形は古風な建築にはよく合いますね。さっき言った窓を含め細かい装飾は後回しにしましょう。続いて屋根に移ります。ツツジ、ツツジ、開花したツツジ、開花したツツジ、ツツジ、ウルガモス。さあ屋根ですが、方針としてはメインの屋根はこの向きで、中央の出っ張ったところにもサブの屋根をって感じですね。まあ、多分今図が出てると思います。頑張れ編集の私。まずはイメージをつかむために輪郭になるところを作っていきましょう。ここをスタートにして中心に向かって屋根を寄せていきます。素材は深層岩レンガを使ってみようと思います。前深層岩タイルは使いましたが、レンガをがっつり使うのは動画では初めてかな。左右対称になるように逆サイドからも寄せて、てっぺんは通常ブロックで結びます。下からハーフ、通常ブロック、階段、通常ブロックに階段を乗っけたものと、上に行くにつれて傾斜が急になる形を作りました。同じものをこちら側にも作りました。で輪郭を作ってバランスを確認します。中央の出っ張った壁の上にもメインの屋根と交差するサブの屋根の輪郭を同じように作りました。メインより幅が狭い分高さも低いですね。ね、こうすると完成図が想像しやすいですよね。この形でいけるでしょう。ではこれをガイドとして間を埋めるように屋根を 3D プリントしていきましょう。今回深層岩レンガを使おうと思ったのは、鉱山から副産物として深層岩がたくさん取れるので、それを利用しているという感じにしたかったんですね。ちなみに壁を頭皮にしたのも、ここ山岳バイオームで周辺に頭皮の木がたくさん生えているので、それを利用しているという設定です。まあ本当は骨粉で量産したやつですけどね。深層岩は実際ブランチマイニング場で取れたやつですが、まあ、作ってみた感じ、建材として頭皮と深層岩の組み合わせは相性良さそうですし、鉱山の雰囲気にも合ってると思うんで、脳内設定も悪かないですね。はい、現状こんな感じです。まあ土台って感じですが、イメージは固まりました。結構とんがってます。ここは山岳バイオームで周りも雪積もってますんで、急勾配の屋根はらしくはありますね。
ではこいつにいろいろ盛り付けていきましょう。このままだとちょっと通気性が良すぎるので、屋根下の空いたスペースに壁を伸ばしましょう。雪と屋根の勾配という話が上がったので少し無駄話をば、雪が多いところは積もりにくいように屋根の勾配が急になるという話を聞きますが、よくよく調べてみると他にも要因はあって、特に屋根というものがもともと藁や茅などの草で吹かれていたことに起因する部分が大きいようです。というのも、草で吹いた屋根は今の屋根よりずっと雨漏りしやすいですから、雨水が流れやすいように傾斜を急にする必要があるわけです。ヨーロッパにおいてはやがて屋根にスレートのような石材が使われるようになるわけですが、屋根材が置き換わった後もその勾配は様式として残ったという側面が割と強いようですね。なので雪の少ない地域でも普通に急勾配の屋根は見られます。うんちく語ってる間に壁を埋めました。ここも後で窓を追加しましょう。ちょっとこの辺とか立体的にしてます。で、正面の空いたスペースも同じように壁を作りましたが、側面と違って屋根が壁から飛び出してます。この後の作業を考えると下から見えるのはちょっと嫌なので、頭皮で裏打ちして屋根材が下から見えないようにします。さて、気になってた方もいると思いますが、屋根の端っこが短いと、せっかく屋根面に勾配があってもここから雨漏りしそうなので、ダークオークで屋根に縁取りをしていきます。平側、つまり胸と同じ方向の屋根の端っこを軒と言いまして、ここはハーフブロックを設置します。そして妻側、すなわち胸と垂直な方向の屋根の端っこをケラ場と言います。ここは屋根面をそのまま延長する感じで設置します。ただこのままだと建物のサイズに対して屋根がちょっと薄いように感じるので、ケラ場の裏にダークオークをさらに追加して厚みをつけてやります。小さい建物だと屋根が厚ぼったくなって頭でっかちに見えたりもするんですが、これぐらいのサイズだとバランス取れてると思います。見た目的にもより綺麗な曲線になりますしね。はい、まあ縁取りしなくても全部新双眼レンガでもいいとは思うんですが、今回は気分で縁取りしました。で、こうなると胸、一番上のところですね、ここも盛りたくなりますよね。サイレンス鈴鹿の胸を盛るのは角が立ちますが、屋根の胸は盛っていいでしょう。あの中世風の建築が得意なクラフターさんがよくやってるとんがった衣装を私もやってみたいんだ実際の住宅でこういうのあんま見たことないんで、どっちかというとファンタジー風な建築ですかね、まあ、マイクラ的な手法としてね。うん、いや、いいんですよ。ケレン味があってかっこいいんだけど、もうちょい控えめでもいいかなっていうのと、みんなやってるやつの丸パクリなんで、なんかこうオリジナリティ出せないかなと。おお、あ、天才かもしらん。これいけそうだな。はい、黒いろうそくを使ってトゲトゲを表現してみたんですが、さっきよりもコンパクトで、しかもより尖った感じにできて、このサイズ感には合ってるんじゃないでしょうかね。誕生日には火つけてお祝いできるし、これでいきましょう。で、次ですが、この辺の屋根面がちょっと間延びしてるなと、こうなるとね、大思いでしょう。なんでここにドーマーを設けて情報量を追加します。毎度の説明になりますが、屋根面に取り付けられる採光、通気、あと装飾のための小さな屋根付き窓のことをドーマーと言います。あの、以前コメントで私が窓を業界用語みたいに言ってるだけだと思ってたという人がいましたが、そんなことはありません。ちゃんとした建築用語です。ここはトゲトゲつけるとくどくなるか。なんかここをこうしてみたいな説明がしにくかったんで垂れ流しましたが、まあさっきの屋根を小さくした感じですね。窓は後ではめます。これを屋根の左右前後に計4箇所取り付けました。これで屋根は完成でいいかな。はい、細かい装飾は追加するかもしれませんが、なんだかんだバランス取るのに苦労しましたが、なんとか形になりましたね。次は窓と玄関、あとは装飾的なもんですね。住居らしくしていきましょう。よし、じゃあ玄関を作っていきましょう。適当に安山岩で玄関前のスペースを作りまして、
このスペースに扉を作りたいわけですが、壁と雰囲気を合わせたいので階段とトラップドアでだいぶ顔なじみ感出てきましたが、アーチを作ります。で、建物の中の方からトラップドアを貼っつけてって、これが扉になりますね。ドアだと高さが足りないんで。で、通り抜けできるようにここだけドアを設置して、こんな感じですね。まあ実際開けるとここだけ開くんで、キルアの実家みたいになりますが、まあしゃーなしと。拠点なんでドアは設けましたが、不要なら開けっぱとか閉じっぱにして見た目良くするのもいいでしょう。はい、扉の上にランタンと看板で明かりも作りまして、玄関はこんなもんでしょう。で、そのまま玄関の上の2階にちょっと大きめの窓を作ります。とりあえずブロックのガラスをはめ込みまして、ダークウォークで庇を作ります。ガラスにちょっとかぶるのは気にせずアーチ状にします。で、頭皮類を使って下と側面を飾り付けますと。トラップドアの代わりにフェンスを縦に並べるのも良きかなですね。悪くないですね。で、ここの三角エリアもちょっと寂しいので、まあ普通に窓作るかな。スペース的に板ガラスはめ込むだけでいいでしょう。ここから屋根見えるのが嫌だったんで頭皮で蓋したんですよね。で、ついでにちょっとここ出っ張らせたりしておしゃれアピールを。あと、ここからランタン吊るそう。ここに吊るす意味はあるのかと言われると、そんなもんは知らんとしか言えませんが、はい、こんな感じです。何気に、はい、こんな感じですって口癖ですね。毎回言ってる気がする。結構奥行きのある面構えになりました。次は両サイドの壁の窓をしつらえましょう。柱の間に設置します。壁自体が結構ゴテゴテしてるので、窓はガラスブロックと階段の割とシンプルなデザインでいいかなと、バランス取るためにね。ドーマーも板ガラスと階段でちょっとくぼんだ感じにはしますが、まあ普通の感じで。感じ多かったな今。申し訳程度ですが 1.19 要素も取り入れましょう。土に水入り瓶を投げてやると泥ブロックに変化するようになりました。この泥ブロックと麦をクラフトすると、藁を芯にして乾燥させるってことでしょうかね。固めた泥になります。そして固めた泥4つをさらにクラフトすることで泥レンガになります。これを使っていきましょう。これを壁の足元に並べて、で、上にツツジの葉を並べて花壇っぽくします。泥レンガは結構落ち着いた色味でいいですね。悪目立ちしない感じ。階段、ハーフ、あと塀にも派生させることができますんで、屋根にも壁にも使いやすそうです。ちなみに泥はさっきみたいに土に水ぶっかけても作れますが、新バイオームのマングローブにも自然生成します。マングローブバイオームには名前の通りマングローブという新しい木材も生成されるので、どっかのタイミングで遊びに行きたいですね。はい、前面に窓をバーッと作りまして、あと窓の下に草を生やしました。困ったら生やしとけ。側面ですが、スペース狭いし内装との兼ね合いもあって窓はつけなくていいかなという感じです。ただあの辺、内装的には屋根裏部屋になりますが、あそこは寂しいので窓を作りましょう。ここもダークウォークで庇をつけて、あとはフェンスとか葉っぱを使ってライブ感でそれっぽくします。で、その上のところもランタンを吊るしたりして、またね、飾り付けます。音符ブロックなんかも使っちゃったりして。オッケー。反対側も同じようにしてます。裏側ですが、中央は前面と同じように扉やら窓やらを設けてます。ただこの後またちょっとこの辺手を加えたいので、それを考えて両サイドには窓はつけてないですね。1階に花壇だけ設けてます。そんなこんなで、これで玄関やら窓やらはだいたい付け終わりました。だいぶ外装は完成に近づきましたが、もうちょっとだけデコレーションしていきたいので、最後にそれを取り付けていきましょう。さて、この建物、現状左右対称です。最後に非対称な作りを取り入れて、こう崩すと言いますか、有機的な印象にしたいかなと思います。まず裏手、ここ岩場になってるんですが、ちょっと建物との間に空間を作ってるので、
横から回り込んで裏手にアクセスできます。なのでこの辺に移動用の馬をつないどく馬小屋を作りましょう。自分、何にせよ対称性のあるものというのが好きで、作る建物もそういうのが多くなりがちなんですが、守谷定時系動画投稿所だと思われてもあれなので、たまには非対称なものも作りましょう。もう守谷定時ネタわかる人も少なくなってきてるでしょうしね。はいと、骨組みを作りました。ブロックの使い方とかは建物の骨組みをそのまま伸ばしたような感じです。ここまで見てればもう説明する必要もないかなと。でここに屋根を乗っけるんですが、これもやはり深層岩レンガとダークオークの縁取りで同じように作ります。いわゆる片流れ屋根ですね、適当な位置から下に向かってビャーッと下ろしていきます。一番上だけ階段で、あとは半ブロックずつ下げていきます。自分はマイクラの動画投稿者というだけでなく、天文学者という一面もあるわけなんですが、物理学って対称性という概念が非常に重視されてまして、左右対称好きなのは結構それが影響してますね。はい、屋根をつけました。コメントすることなし。はい、こんな感じです。下から見るとこんな感じになってます。馬を入れるということで地面をそれっぽい感じにします。この辺は適当ですね。ここの花壇、そうだな、ちょっとどいてもらって OK、水飲むやつと牧草的なやつここに来て急に説明がふわふわになってますが、この辺は好きにやってよ。で、フェンスを柱の間に並べます。お馬さんを連れてきてね。出来上がり。はい、簡単ですが馬小屋完成です。こんな感じで向かって左側にだけ屋根をつけて、そこに馬小屋を作ったわけですが、こっち側もちょろっと屋根がかかってるので、そこはなんかちょっとした作業場的な感じにしました。で屋根のかかってないこっちの端っこ、ここはちょっと断崖絶壁になってるので、はい、自然な感じになるよういくらか土を持っておきました。すぐ裏が山になってるんで、なんならちょっと壁が埋まってるぐらいの感じで側面にかけてもなじませております。せっかくの山の上なんでね、ある程度地形に家を合わせる感じでいきましょう。さて最後に前面を仕上げましょう。向かって右側に、先頭っていうんですかね、とんがった塔を建てます。まずはこの辺をとりあえず削り取りました。屋根のドーマーとかも邪魔になるんで取っ払ってますね。ここに塔を追っ立てましょう。ナイスファイト、気持ちは伝わってきた。でもそんなんじゃダメだな、ちょっとかっこよくしたい、作り直しましょう。イメージがふわふわりしてる。まずは四隅にズル向け頭皮の柱を立てます。で所定の場所に横方向の骨組みも渡します。使う素材は他と変わらないですね。で今建てた骨組みの前後左右にそれぞれ2本ずつ計8本一回り小さい柱を建てました。で1階2階の境目になるところにまた横向きのやつを渡します。で今建てた柱から3マス離した上のところに、高さ5マスかなの柱を左右前後また2本ずつ貼り付けます。説明難しいな。見ればわかるか。そしててっぺんの空いたところを横向きにつなぎますと。骨組みはこんなもんですね。柱の間を埋めるように板材で壁を作っていきます。ご覧の通りこの塔一部がめり込んでるわけなんですが、とりあえず何も考えないで左右前後対称に作ります。もちろん家の中から登れるように後からしますが、尺的に内部は次回になりますね。で途中でくびれたところの周辺を階段を使って、装飾といいますかディテールを追加します。屋根との間に隙間があれば深層岩レンガで塞いどきましょう。屋根に移っていきます。
まずは一番上の骨組みの周りをぐるっと植え付きのダークオークの階段で囲みます。でその上に深層岩レンガで尖った屋根を作っていくわけですが、正直自分でもどう作ったか覚えてないので輪切りでこうなってるよっていうのを、ポイントとしては通常ハーフ階段はもちろん塀を所々に設置してます。実際は遠目に見た時に滑らかな傾斜を描いて見えるよう微調整を繰り返しながら作ってますね。ここまで左右対称に作ってきましたが、最後に壁の前面だけに窓を設置します。これで完成ですかね。はいはい、塔一つ追加するだけでだいぶ印象変わりますね。最初に作ったやつがどうも寸胴に見えたんで作り直しまして、周りの壁がディテール多めなので、そこにシンプルなものをくっつけるとそこだけ浮いてしまうのは道理というものですか。なので途中でくびれさせたりとかして立体感を周辺と合わせることでなじませました。これで建屋は完成でいいでしょう。周辺が草ブロックのままだとちょっとあれなので、下をそうですね、泥レンガとかで軽く舗装するくらいかな。はい、これで鉱山区拠点（外装）完成です。ということで鉱山区拠点の外装制作をお送りしました。そうですね、なかなかけれん味のある見た目の木造建築になったんじゃないでしょうか。たまにはいいですね、こういうコテコテの門作るのも楽しかったです。ちょっと今回試験的にマス数とか出したりして作り方の丁寧めな解説をして、こう再現しやすいようにしてみました。そのせいで外装だけで尺を使い切っちゃったわけですが、この辺の塩梅についてご意見いただけると幸いです。泥レンガはとりあえず建屋の周りにだけ敷きましたが、今後周辺に建物が建ってきたらそれに合わせてこの石畳も広げていこうかなと。こっち側とこっち側にね、道を伸ばしたいなとか思ってたり、鉱山区はなるべく地形を生かしたいなと考えてますね。次回は今回作った拠点の内装を作ります。そんな内装で手こずることもないと思うので早めに投稿したいですね。内装というと、先日の夏コミでマインクラフト内装アイディア集という、内装のカタログみたいな本出しましたんで、よければお求めください。概要欄に通販ページ貼っときます。ということで今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。次回もどうぞよしなに。あ、そうだ、今倉プラスからパート10ごとにワールドデータを公開しようと思ってたんですが、前回忘れてたんで今回公開します。 Java エディションで遊ばれてる方はダウンロードして、見て回るのもいいんじゃないでしょうか。